皆さん、こんにちは。日本語 4U のあかりです。元気ですか？ Hello everyone, it's Akari from 日本語 4U。 手島という島を知っていますか？日本の香川県にある人口わずか760人ほどの小さい島です。日本人でも知っている人は多くないかもしれませんが、棚田が広がる美しいところなんだそうです。今は豊かな自然が広がるこの手島ですが、かつて何と呼ばれていたか知っていますか？ゴミの島です。今日はそんなゴミの島だった手島がどうやって今の豊かな自然を取り戻したのかを紹介します。もともと手島は自然が豊かな場所で、農業や漁業も盛んでした。しかし、70年代に観光会社が県知事に申請し、産業廃棄物処理業ができるようになったことで、たくさんの産業廃棄物がこの島に持ち込まれることになったんです。最初は木くずや生ゴミだけだったのが、だんだん有害なゴミも増えてきました。こうして手島はマスクをつけなければ外を歩けないようなゴミ処理の島になってしまったんです。ところが物語はここでは終わりません。島の住民たちが団結して大気汚染防止運動を始めます。最初は動かなかった政治家や行政も、島民の熱心さと問題の深刻さに気がつき、県知事を罰したり、観光会社を捜査したりし始めました。こうして、何十年もの時間をかけて、少しずつ手島は再生してきたそうです。高齢化が進むこの島では、大気汚染防止運動を始めた住人のほとんどが亡くなってしまいました。美しい手島を取り戻すために努力してきた人たちが、今の島を見る前にこの世を去ってしまったのは残念なことですね。手島は環境問題に人々が立ち上がり、成功したいい例だと思います。私たちも、たとえ100年後の未来を見ることはできなくても、政府が動かないからと諦めるのではなく、今より美しい地球を残すために行動してみませんか？